アンカラ西部のゲジェコンドゲジェコンドは他人の私有地や公有地に許可を得ないまま建てられた不法建築のトルコにおける総称。ゲジェコンド略すことも稀にある。名称の由来は夜建築したというもので、本来は文字通りの意味で人にして建築したかのような非常に粗末なバラックを指すものであったが、現在では建築業者が施行した。 鉄筋コンクリート建ての建築物も,もごく普通に見られる。このためゲジェコンズの密集地域は、トルコ以外でのバラック集落やスラム街のようなものとは、かなり様相が異なる。また、個人の住宅だけではなく、商業施設、工業施設もゲジェコンズの概念に含まれる。そもそも違法建築であるので正確な統計、調査は存在しないが、1960年代以降、 農村から都市への人口移動により急激に増加したものと考えられている。1966年以降住居保護の観点から代替住宅の準備なしにゲジェコンデの撤去はできないものとされたため、これを逆手に取り違法建築を公然と販売する業者が出現するなど、さらにゲジェコンデの増加が加速された。現在でもゲジェコンデの撤去は行われているが、 全体から見れば極めて極わずかであり、大半はうやむやのうちに存在し続けている。ゲジコンドゥの密集地域には当然のことながら、都市計画などは存在せず、電気、ガス、上下水道などのライフラインや、高排水などに大きな問題を抱えている地域が多い。また、建築そのものにも耐震性など、建築構造に問題があるものが多く、 1999年のイズミット地震において人的被害増加の一因になった。ありがとうございます。